命の里チャンネル。いや、かぶってんじゃん。はい、こんにちは。はい、こんにちは。スパロケンです。ビジョン直哉です。何でしょう。この前僕たちの恥ずかしいところをちょっと企画がない出ないなんてね、ちょっと恥ずかしいところを見せちゃいましたが、でそこからですね、はい、本当にありがたいことに企画を何個かいただきまして、嬉しいですね。はい、ちょっとそれの、感謝の思いをお伝えして、はい、まあ、本日は、一つご質問が来ていたモグラの対策が私たちなりにちょっと説明できればなと、はい、思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。うん、コメントが、うん、企画が6つぐらい正直皆様から来まして、嬉しいですね。はい、でまあ1つ目、うん、家を購入しましたと。はい、家を購入してけど今庭がない状況ですと、うん、なので鉢でできる野菜ベスト3を教えてほしい、はいはいはい、っていう企画と、はい、あとスパローさんとピジョンの、うん、モーニングルーティーンが見たいっていう、モーニングルーティーン、このおっさん2人のモーニングルーティーンが見たいっていうのが一つと、需要ありますかねあとは単純になんか対決が見たいみたいな、早食い対決が大食い対決見たいっていうのもありましたね。私負けそうにないですけどね本当ですか、うん、っていうこともありました、うん、とあとはただ喋ってるところも見たいと、うん、まあ、こういった会話してるところも見たいなっていうのが一つありました、うん、でそれでですね、はい、もう一つが害虫対策っていうのかな、うん、モグラとかそういったことも、ああなるほどね、さつまいもなんて食べられちゃうことがあるんですよモグラに、うん、なのでその対策を教えてほしいということなので、うん、実際僕たちがやっていること、うん、をちょっと教えようかなと思います。はい、違うところに畑がありまして、うん、実際はニンニク、うん、僕たちは、うん、さつまいもの隣にニンニクを植えたりとか、まあ、最後植えて、はい、さつまいも植えて植えて最後にニンニク植えたりとかをやってます、うん、これが一つ、うん、でまああと忌避剤とかいろんな匂いするのが売ってるんですけど、うん、僕たちはあんまりそういうの使わず自然なものでニンニクとかで対処してます。はい、あとはですね、はい、仕掛けをかけるっていう手もありますよね。あ、仕掛けね、はい、はいはい、で実際僕ベトナムで2年間農業をやっていたんですけど、ベトナム、はい、あら、でレタスをそこで育てていたんですね、うん、でできた途端にその水牛、バファローですね、水牛、はい、水牛が来て頭だけパクって食べていくんですよ。水牛がこうパクパクって食べるんで、もうできたのにパクね、うん、食べられちゃうもたまったもんじゃない、たまったもんじゃないですね。仕掛けをこう足に入って出るときにこうギュッてなるような、痛い痛い痛い、仕掛けを作って、うん、僕たちはそれで捕まえてました。その写真もありますのでどうぞ、こちらです。感じで、はいはい、仕掛けをつけて、うん、対処した場合もあります、うん、これが一番最後おすすめなのが、うん、やっぱりなんといってもスパローさん、はい、害虫対策にはスパローさんをぜひ、あ、私ですね、はい、あ、なるほど、派遣いたしますので、薄い布さえあれば畑で寝れると思いますので、スパローさんをうちで一人いますので、はい、そちらを派遣するっていうことでいただきますので、なるほどね、餌は与えないでください。あら、はい、欲しがると思うけど多分、その時は餌はあげないで、懐いちゃうんで絶対そこはもうきつく、水分をなしで掘れって言えば、掘るので水脈探すと思うので、まあ一番の対策としてはスパローさんをお持ちしますので、
はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。こうやってなんか久々にこうやってね語ることもないですからね。そうですね。だからありがたいですよね。ありがたい、ありがたい。でこうやっぱあのリスナーさんからね、うん、意見いただいて、それを企画にできるって素晴らしいですよね。本当です。こうやってリスナーさんゼロだったら永久に来ないですか。本当ですよ。もう皆さんの皆さんのおかげでもう我々はもう成り立っておりますからね。本当ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。